こんにちは、おひとりさまゆるゆるです。今回は女ひとり旅、奥湯沢にある秘湯貝かけ温泉に行ってきました。東京から1時間16分越後湯沢駅に到着しました。越後湯沢駅はとても充実しています。名店の笹団子がここに集まっています。種類も豊富でよりどりみどりです。左手にはずらりと食べどころが並んでいます。こちらもよりどりみどり、越後名物を食べることができます。一番奥の方に心湯沢があります。米どころ新潟が誇る日本酒お米、名物の爆弾おにぎり屋さんです。こちらは聞き酒番所です。有料で聞き酒ができます。麹を使ったソフトクリームや飲み物のお店があります。麹ラッテをいただきました。優しい甘みが美味しかったです。可愛くて大きなつるしびな。日帰り温泉もあります。お酒の入った酒湯です。お昼は小島屋さんでへぎそばをいただきます。つなぎにふのりという海藻を使ったおそばです。そば湯もいただきます。駅の中だけでも随分と楽しみました。こちらが駅前です。ここから路線バスに乗って貝かけ温泉に向かいます。湯沢といえば川端康成の雪国、雪国といえばトンネルのイメージがあります。貝かけ温泉バス停に到着。バスの時間に合わせて宿の送迎バスが迎えに来てくれます。橋が見えてきました。ここからは後撮りした歩きの動画でお届けします。こちらが先ほど車で来た道です。そして橋が見えます。この橋を渡った向こうが秘湯貝かけ温泉。下を流れる清流は清津川。途中にお休み処と池がありました。美しい錦鯉が泳いでいます。
宿の建物が見えてきました。豊かな自然に囲まれた一軒宿です。館内に入ってみたいと思います。米どころ新潟の温泉宿らしい玄関です。農耕具や米俵が置かれています。木造りでレトロな感じが落ち着きます。お部屋に行く前にこちらでお茶をいただきました。目薬のお茶です。フロントではなく帳場。右手はお食事処白雲。お酒もずらりと並んでいます。昔のわらぐつや草履です。売店です。お土産のベスト3は柿の種、つまりそば、羊羹味噌だそうです。この缶釣りも美味しいです。コシヒカリアイスとコシヒカリモナカ。目薬茶です。レトロな電話機。貝掛温泉の源泉で泳ぐ錦鯉。小さな鯉は去年の8月に生まれた鯉だそうです。140年前の貝掛温泉の写真。先ほど渡ってきた橋は当時は木の吊り橋でした。廊下に使われている梁は140年前のもの。天井が低いのも当時の名残です。レトロな時計が飾られている部屋は談話室です。古書がたくさん置かれています。
川端康成の雪国の書です。古い旗織機も置かれていました。階段から一段下がった部屋に貝掛温泉薬師様が祀られています。御利益ありそうです。2階に続く階段を上がります。踊り場にも古いものが飾られています。歴史を感じる無垢の木の廊下と階段。左側の階段は引き止まりのようです。右へ進んでみます。また左に登るスーダンの階段があります。この奥にも部屋があるようです。そして行き止まり。なかなか複雑な作りです。階段を降りて1階へ向かいます。貝掛温泉を訪れた有名人の方々の写真やサインが飾られています。温泉の中で行われた結婚式の写真です。まっすぐ進むとお風呂、右手が玄関です。また階段を見つけたので登ってみます。あらあら、なんだか迷ってしまいました。うろうろしていたら外に出られる扉を見つけました。草履も用意されていたので出てみます。温泉に住む錦鯉を間近に見ることができます。次にお部屋をご紹介します。雪国、素敵な名前のお部屋です。
って左手に洗面台とトイレです。10畳の畳敷きのお部屋にツインベッドが置かれています。こちらにはセーフティーボックスや案内などが置かれています。お部屋の天井にも大きな梁が使われています。壁掛けのテレビ、お茶セット、披露宴です。冷蔵庫、中身は空です。その上に斑点、浴衣、足袋、風呂用のカゴ、扇風機はありますがクーラーはありません。ベランダに出てみます。錦鯉がいる源泉を引いた池が見えます。水車も見えます。これを見ているだけで心が安らぐようです。敷地内を散策したいと思います。綺麗な川と水車、里山の風景そのものです。水車の奥に進むと海岸の滝があるそうです。川沿いを進むと滝が見えてきました。マイナスイオンをたっぷりと浴びることができます。散歩コースから見る貝掛温泉の建物です。水車の前にブランコもあります。お楽しみのお風呂です。木がふんだんに使われた脱衣所は風情があります。高い木組みの天井です。上に明かり取りの窓があります。
左手の扉の向こうが露天風呂です。木枠の大きな窓から外の緑が目に入ってきます。ぬるめの源泉かけ流しです。貝かけ温泉は目薬の湯と言われるように、目薬と同じ成分抗酸が含まれています。この源泉を手に受け取ってそのまま目を洗います。私も目を洗ってみました。ぬるめのお湯は全くしみることもなく、目に優しいお湯でした。天風呂は引き戸を開けるとすぐにあります。日本秘湯を守る会の提灯、お湯がぬるいので長湯ができ、のんびりと時間を過ごすことができました。温泉の後は目薬のお茶をいただきます。夕食の時間です。1階のお食事処、白雲でいただきます。窓際の席が用意されていました。お米が輝いています。名物の薬膳玄米がゆです。ごまをすり鉢ですって、ここにお粥を入れていただきます。コシヒカリアイス、柿の種のウサギの耳がかわいいです。7時半にお風呂が入れ替わります。露天風呂です。
こちらも大きな岩に囲まれた露天風呂です。提灯に明かりが灯って秘湯感が高まります。ぬるめのお湯が気持ちよくっていつまでも使っていたい、そんな買いかけ温泉です。おやすみなさい。おはようございます。昨日はゆっくり眠ることができました。朝食の前に朝風呂をいただきます。朝食です。炊きたてのご飯に合うおかずが並んでいます。厚揚げと干物は温めていただきます。食後のコーヒーは出口に用意されています。部屋でゆっくり水車を眺めながらいただきました。送迎バスで路線バスのバス停まで送ってくださいます。丁寧にお見送りをしてくださいました。お世話になりました。お一人様ゆるゆるはシニアの私が撮影から編集まで全て一人でやっています。登録、いいねボタンよろしくお願いします。とっても励みになっています。バス停に到着しました。こちらの路線バスで越後湯沢駅まで帰ります。買いかけ温泉、とっても素敵な秘湯でした。